この事件の真相はこうだ。じっちゃんの名にかけて、たくやです。ばっちゃんの名にかけて、かずやです。ザ・タッチです。大島です。あきらめんな。天使のような悪魔のワジェイ、首なしワジェイです。さあ、ということで、行きたいと思います、ブラックストーリーズやっていきたいと思います。はい、これ面白いんだよ、ね、面白いです。あの、前回やりました。あ、まずゴエちゃん呼びましょうか。はい、はい、ゴエちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴエちゃんが問題出してくれます。はい、うん、ブラックストーリーテラーとしてゴエちゃんが、ね、マスターじゃん、うん、はい、これはあるですね、カードに事件の大まかな、なんか、内容が書いてあるんですけど、うん、なぜそういう事件になったのかっていうのを我々で推理していくっていう、真相を暴くと、はいはい、そういうゲームですね。で、あの、はい、ゴエちゃんに、ゴエちゃんが内容を知ってるので、うん、イエスノーで答えられる質問をいくつでもどんどん投げかけていいと、うん、はいはい、で真相を導き出すというと、はい、で分からない場合はどんどんヒントもくれると、はい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 、おっしゃる通りです。まあ、ね、ネット社会なんで、本当、はい、いい答え出したらマジ FBI の人見てて、うん、引っこ抜きっていうのもあると思うんですけど、でもさっきこいつ少子体知らなかったですか。少子体っていうのは何ですか。だから人焼かれて焼き死んだみたいな。笑い死ぬことじゃない。これね、内容もっと気になる方、アーカイブにシャープ1にありますので、はい、これ概要欄に載ってますかね、はい、そっちも、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。はいはいはい、じゃあやっていきますか。はい、それでは行きましょう。はい、はいはい、では1問目参りましょう。最初のカードは安物のポルシェ。安物のポルシェ、はい、ストーリーです。女は夫の新しいポルシェをたった500ユーロで売ることを決めました。500ユーロっていくらですか。50万ぐらいってことですか。500ユーロだいたい100円ぐらいだったか、1ユーロ。そうです、昔なので500円です、うんうん、500円、500円程度。はあ、500ユーロ、5万ぐらいじゃないですか。5万7万すごい安い。まあ、安い、500ユーロ安い、うん、まず確実なものは言えない。安い安い、はい、かなり安く、うん、まあ本来の価格とはありえないぐらいの定額で出したと。出した、はい、女はそれは何ででしょうかというのが今回の事件の真相。これでも結構直感で、その男は不倫してましたか。旦那は、夫は、わかりません。そんな気しますよね。なんかそういうことかなと。2人は夫婦ですか。夫婦です。そうですね、夫婦なんです、ね、女は夫の新しいポルシェを、ね、夫の歌手ね、その売ったカーディーラーと女はできてますか。わかりません。夫は死にましたか。死んでますか。いい質問です。うお最初から確信に。やはりいい質問です。そのじゃあまだ聞いて、その俺死んだか生きてるか、生きてるか死んでるか、死んでますか。はい、死んでる。ポルシェの中で死んでますか。うわー、はい、おー早い。ポルシェの周りは傷ありますか。いいえ。あ、じゃあ事故じゃない。妻が殺しましたか。いいえ。でもその内装が血だらけになって、そのぐらいでしか売れなかったってことじゃないんですか。まあ、そうだよね。ない、中は汚れてますか。いいえ。気持ち悪いから手放したかったのですか。はいとも取れますし、いいえとも取れます。お化けが出ましたか。いいえ。そういうんじゃない。そういうんじゃない。あれ、僕なんて言いましたっけ。そいつは FBI になれないよ。本当に。僕なんて言いましたっけのやつ。
死んで奥さんが殺した？いや違います。違う。あ、奥さんが殺しま、あ、それ聞いた？違います。夫は自殺ですか？はい、素晴らしい。で、ポルシェの中で死んだんですよね。はい。ポルシェの中で自殺した。はい。奥さんは浮気してましたか？いいえ。早いな。夫に借金はありましたか？いいえ。奥さんに借金はありましたか？いいえ。いいえ、ごめんなさい、わかりません。わかりません。普通だったらそのポルシェは高く売れるようなポルシェですか？わかりませんが、ポルシェなのでハイだと思います。だからん、車の中ってどうやって死ねるんですか？一酸化炭素中毒とか、あとはでも外に傷ないから事故じゃない。事故を起こした車ですか？自殺事故。いいえ。だから周りは綺麗なんですよね。奥さんはその旦那が乗ったまま売りましたか？いいえ。そんなわけねえじゃん。旦那が死んだ、ね、はい、うん、旦那が自殺した理由は奥さんにもありますか？わかりません。わかんない。もう単純な、だから、旦那が車で自殺したから気持ち悪くて安くでもいいから手放したって、そんな簡単な。もう近い。あと何かでもそんな簡単な話じゃん。もうそうですね。もうほとんど、なんかもう一個はないと。ほとんど、旦那はフェラーリなど他の高級会社に勤めてますか？わかりません。あ、なるほどね。なんかフェラーリとかでポルシェのイメージを下げるために。あ、そういうこと？なるほど。もう出てるので、ほぼほぼ出てるので、はい、ヒントと言いますか、方向性ですか？そうで、方向性、要は、いわゆる、中で自殺した、うん、気持ち悪いの部分を変換すればもう答えです。僕、ちょっと言ってみていい？はい。夫が自殺して発見が遅れて死体のシミがシートに残っちゃって、だから安くしか売れなかった。もう正解っちゃ正解なんですが、シミですか？匂い。正解です。なるほど、なるほど。素晴らしい。匂いがついちゃった。なるほど。あ、でも腐敗臭。はい、今回の安物のポルシェのいわゆる真相になります。女は夫の新しいポルシェをたった500ユーロで売ることを決めました。その理由とは、彼女の夫は6ヶ月前車で森の人気のないところに行き排ガス自殺をしました。ほう。車と遺体は4ヶ月発見されませんでした。なるほど。その際に腐乱した死体の匂いを消すことができず、妻や相続人はうんざりし500ユーロで売ったというのが真相でございました。なるほど。あ、でもこれ割とシンプルで、うん、そうだね、これは当てやすかった。なるほど、こういうのもあるんですね。はい、うん、なるほど、ありがとうございます。はいはいはい、はい。まあせっかくなので、はい、もう一つ、よっしゃ、よしよし、行きましょう。行きたい行きたい、うん、やりましょう。はい、それでは次のカードです。高層ビルというカードです。高層ビル。孤独な女が高層ビルの最上階から飛び降りました。地面に激突する直前、彼女は飛び降りたことを後悔しました。さて、なぜ後悔したんでしょうか？直前にですか？直前に後悔した、はい、飛び降りてからってことですよね。そのビルは、彼女が勤めてたビルですか？わかりません。その女性は自殺で飛び降りたんですか？はい。落ちる瞬間に誰かを見ましたか？いいえ。激突する瞬間に、その女性はその町で暮らしてますか？
わかりませんが、おそらく。まあその町で働いてますか。わかりません。飛び降りながらスマホゲームでガチャ引きましたか。いいの当たったっつって。わかりませんが、いいえ。いい質問ですね。あ、いい、欲しいな。絶対出ないの。今のじゃ出ないです。あ、もう一回文章聞いていいですか。はい。高層ビルというカードで、はい、孤独な女、孤独な女ですね、孤独な女が高層ビルの最上階から飛び降りました、うん、地面に激突する直前、彼女は飛び降りたことを後悔しました。下に誰かいましたか。いいえ。あ、飼ってるペットいましたか。いいえ。逆に誰もいませんでしたか。はい。なるほど。孤独っていうところはそういうことですよね。ほう。だから本来そのみんなに止めてもらいたくて登ったけれども、なるほど、誰にも見られてないからだから後悔したってことじゃないのかなと思いました。このままだと死体は見つけられないって感じですか。見つけられない死体は見つからないところに落ちるってことですか。それはいいえですが、はいとも言えなくもない。え、いい、いいあれなのかな。いい質問もらえなかった。でもいい質問でもない。雨が降り出しましたか。わかりません。孤独な女っていうか、そうだもんね。後悔っていうのは、飛び降りなきゃよかったっていう後悔ですか。はい。それとも方向を間違えたとか、そういう方法を間違えたっていうことじゃないんですね。方法、方法。でも誰も見てないんですね。いいえ、いいえ。死ななきゃよかったって。そのビルは近々取り壊されますか。いいえ、わかりません。飛び降りた直後も孤独でしたか。はい。ん、これ例えば隣とかに別の人がいましたか。いいえ。まあ、なるほど、うん、注目されなくて止めれたらよかった。でも飛び降りちゃった後でしょ。誰か止めてくれましたか。いいえ。はい。その日は天気は曇ってましたか。わかりません。さて、まあいい質問がちょくちょく出てきてますので、もう一度要件を整理しますね。孤独な女性が飛び降りましたと。で、飛び降りる直前に、まあ、彼女は後悔をしたと言ったところですね。飛び降りてはないのかな。自殺は自殺で、飛び降りて自分に当たる直前にですね。その女性は死にましたか。はい、はい、はいですね。ただ真相、その死んだまでは書いてないので。なるほど、そこ問題じゃない。はいですかね。激突する瞬間に後悔した。飛び降りた当たった場所はコンクリートですか。わかりません。そういうことじゃないの。そういうことじゃないんですよね。じゃあ、飛び降りる瞬間何かを見ましたか。いい質問ですね。何かを見ましたか。見ました。ちょっと待ってくださいね。見ましたの質問に対してはいいえです。見てはない。何かを聞きましたか。素晴らしい。そういうことか。飛び降りた瞬間何かを聞いた。飛び降りる瞬間何かを聞いた。で、後悔になった。はい、わかりました。え、早い早い。どうされました、飛び降りた瞬間に空襲警報が鳴って、あ、どっちみち死ねた。そういうみたいな、みたいな。いいえ。違う。いいですか。はい。飛び降りた瞬間に救急車のサイレンが聞
聞こえて、どの道ここで死んでもすぐ見つかっちゃう。いいえ、助かっちゃう。助かっちゃうじゃん。助かる高層ビルだもんね。なんだろう、音。今だいぶいいとこまで来てるから、うん、ちょっと確信をつく質問いいですか、うん、はい。ハードルめっちゃ上げる。ボケだな、きっと。いいよ、いいよ。スパイダーマンはいましためちゃくちゃボケてる。いえ、ありがとうございます。それは人の声ですか。いいえ、違う。やっぱ誰も見てないっていうのか。タクヤのでもいいんじゃない。どうせ死ぬとか、うん、なんかそっち系っぽいね。違うかな。見てはないんでしょうね、うん、どうせ死ぬ。さあ、ではいいところまでは確かに来てますが、前置きが足りない。前置きが足りない。一番大事な部分をもう一度読みますね、はい。孤独な女が高層ビルの最上階から飛び降りました。孤独。周りには誰もいなかった。周りには誰もいなかったんですよね。このまま飛び降りなければ孤独じゃなくなった可能性はありますか。素晴らしい。はい。妊娠してましたか。いいえ。そのビル火事でしたか。いいえ、わかりませんが。なるほど。え、飛び降りなければ孤独じゃなくなった可能性がある。いいですね。落ちる瞬間に友達だよって言われた。そういう付き合ってくれって止められた。いいえ。さて、孤独な女。もう一つ進言します、はい、もうちょっと孤独という文字を、広げて見てください。孤独というところ、ロンリネス。孤独、人、独身。孤独、家族もない、身寄りがない。それどころか、あ、もう地球上に誰もいない。近い。地球上に、はい、え、地球上にもうすでに誰もいないと思って自分も死のうと思ったけど、人の声を聞いて、あー、誰かいたー、孤独じゃなかったっていうのはどうでしょうか。すごいいい線に行きましたね。それじゃない。かなりもう究極。誰もいなかったんですもんね。素晴らしい。もうもう、だから何が足んないんだ。先に言いましたが、人の声ではありません。人の声ではありません。車の音。いいですね。いいですよ。車の音もう出ます。宇宙船の音。いいえ。飛行機の音。いいえ。地下鉄の音。いいえ。ヘリコプター。いいえ。バイク。いいえ。ん、歩く音。いいえ。そこ重要なんだね。でも動物の鳴き声。いいえ。飛び降りて直前で何かが聞こえた。果たして車、人間ではないということは何の音を聞いたから。鳥の鳴き声。いいえ。宇宙人の声。いいえ。隕石の落ちる音。いいえ。どういうこと。皆さんがいつも使ってますよ。携帯が鳴った。正解です。なあ。まあ携帯というワードではないですけどね。はあ。もう一度じゃあ真相を、はあはあはあ、皆さんで。なんだそれ、すげえ話だな。自分以外の人類が
もう滅亡、滅亡したと思われる世界で、はい、孤独に耐えられなくなって、はい、絶望して、身を投げようと高層ビルから飛び降りたんだけど、うん、落ちる瞬間に自分の、もしくは公衆電話の、うん、電話の電話の音が聞こえた。素晴らしい。はあ。すごいぶっ飛んでるな。これなんか飛びまくってるね、うん、ストーリー、ね、ということで、もう柔らかくなきゃダメだ頭が。今回の高層ビルという、カードの真相をお話しします。はい。孤独な女が高層ビルの最上階から飛び降りました。地面に激突する直前に彼女は飛び降りたことを後悔しました、うん、なぜか女は核戦争の最後の生き残りだと間違いなく思ってたそうです、うん。抜け殻のように1年間さまよい彼女はついに自殺することを決めてしまいました。ビルから飛び降りました。その瞬間彼女は電話が鳴る音を聞きました。他に生存者がいるんだという真相でございました。すごいな、なんかなんかちょっと、なんだこの話、うん、これ答えられる人がなんかジェームス・キャメロンみたいな人になれるのか、うん、かサイコパスな想像力俺パッとえだって他に人がいなかったってことでしょって、うん、もしくはでも言ったらちょっとサイコパス、まあ、怖い。面白いな。面白いですね。なんか他もやってみたいですね、うん、はい。あ、なるほど。ということで分かった人いるのかな。早めに分かった人いたら ね、うん、ぜひ僕この時点で分かりましたとかね、はい、教えていただけたらと思います、はい、またやりましょう。じゃあ、はいはい、はい、高評価コメントチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ。